はい。遠野絵です。それでは今日は、バイデン大統領の来日と瞑想する国際政治経済の行方と題しまして、えー、バイデン大統領の守護霊とバノン氏の守護霊霊言。このバノン氏というのはトランプ政権時代の主席戦略官ですね。この二人の霊言が開示されましたので、そのご紹介です。 で、これは2022年の5月の15日と、それから16日ですね。明けてすぐの16日続けて収録されたものであります。で、えー、22日からですね、バイデン大統領はあ来日をして3日間ぐらい日本にいるんですか。で、岸田総理がですね、 えー、八方園で夕食に招待するというふうに言ってて、八方園って言ったら、白金台にありますから、大国館とも結構資金の場所なんですね。そこに来るっては、まあなんか、うん、近いなと思って、見ておりましたが、まあ、今回、えー、霊言の登場です。まあまたあ、霊によってあちらからやって来られました。まあ、ちょっと招かざる客だったわけですが、 で、最初にですね、えー、まああんまり元気がないような感じで、第一声が疲れたでしたね。バイデン主語例の第一声は。疲れた。君たちとやり合うのはもう疲れた。みたいなことを随分愚痴のようにおっしゃっていました。ですから最近の小説とか霊言等が、あかなり答えてるんじゃないかなという印象を受けたわけですね。 で、えー、来訪した目的は来日するにあたって、なんかこう、払い清めに来たっていう言い方をしてましたけれども、もう君たちがそういう、この、霊言とか、ああ、あるいは、その、そういう本を出したりするという活動を、もうやめてくれないかと、やめないかと、営業停止だ、みたいなことを言いに来た、というのがですね、まあ、 来訪の目的かなと。ちょっとなんか用を得なかったんですけど、まあ、まとめたらそういうことなのかなという感じがしたのが一つ。ただあ、質問人がですね、えー、いろいろ聞き出したところで、これ来日の目的についてですね、喋っておりまして、やっぱり岸田総理と会う目的はただ一つ、お金ですね。一体、岸田総理はいくら出すのかの額を決定しに来たという意味のことを、 おっしゃってました。で、これは、あ昨今発刊された本でも、その日本の企業の内部留保と個人の預貯金すべて2000兆円あるけれども、これをすべてこのウクライナに投資させようと、岸田さんがしてるというような、まあ、大川総裁の解説もありましたけれども、えー、バイデン氏からもですね、2000兆円という言葉がやはり出てきました。 えー、だから日本からはとにかくお金を引き出そうと思ってると。なぜなら、ものすごいお金が今かかってて、下手をするとアメリカがそれを払わなきゃいけなくなるけど、これ払い切れるかどうかの計画が全く見通しが立っていないということを言っていました。だから日本ですね。えー、で、2000兆円っていう、なんか岸田総理が2000兆円の借財計画を立てたり、 るみたいだから、これは美味しいという言い方をしてたので、これちょっとゾッとしましたけれども、それから、それ以外に、ウクライナの復興に100兆円かかるという、その額の話も出て、100兆円はもう、出すだろうっていうに、だからもう決まったことのように言ってて、これも、ちょっと日本としては大変だなと思って、聞いておりました。だからお金の額を、決定しに来たと。引き出しに来たと。 いうことが、どうやら来日の主目的であるようであります。で、バイデン氏はまあ、ずっと、その、1時間近く居座って、もうそう質問陣もちょっと途中でヘキヘキとしておられましたけれども、その中で、うん、突筆すべきことがあるとすれば、ご本人の過去勢、過去勢じゃないですね、例会で、 どれぐらいの領域にいるかということをご本人初めて明かしました。それが日本のある政治家と同じぐらいのところにいると言って、これはちょっと聞き物だったですね。あ、あの人ぐらいの認識力なのかということがわかるという意味で、政治家の名前一人出しますから、これ聞き物です。それからもう一つ突筆すべきは、 さっきのアメリカ大統領選の不正のお話を振り向けたら、不正はやったとはっきり言いました。で、わしの方にたくさんカウントする、機会がたくさんカウントするようにしたという意味のことと、それから、その郵便投票がちゃんと間に合う決心になるように、郵便局でちゃんとそういうふうに採掘したという意味のこと、それから当時、 マスコミは買収をしていたということ。こういったことを本人の口から明かしましたので、これ重要証言になるんじゃないのかなというふうに思って聞いておりました。まあそういうバイデン氏のところですね。ま最後はもう質問陣に追い返されるような形で終わっていたように思います。それから次に、えー、現れたのがバノン、うん、守護霊なんですけれども、これが翌日のですね、 夜中の1時半に始まったらしくて、珍しくま,あまた大川総裁の声から、夜中の1時半に霊に襲われますかっていう形で、もう昼夜逆転で、なかなか眠ることができないっていうようなお話から始まったもので、もうなかなか霊言が開始されなかったんですね。えー で、やっと、このバノンという名前で出てきて、ただ、あなたたちの敵ではないつもりです、ということをおっしゃって、で、この方の、霊言は、バイデンさんと打って変わって、非常に、理知的な、えー、認識力の高いものだったという印象がありました。で、主に、経済の観点からウクライナ戦争を見るという、まあ、これまでなかった切り口を随分おっしゃってですね、 これ非常に勉強になったように思います。で、経済の観点から見れば、巷でマスコミ等が言ってるように、このウクライナ側が優勢で、ロシアが勝つ、バイデン氏が勝つと言ってる見方は、私は違うと思うということを繰り返しおっしゃっていたのが印象的でした。で、なぜそうなのかというと、経済的に もうこの EU 側、そしてウクライナ側はかなりやってはいけないことをたくさんやってしまっていると。で、アメリカはもうかつてなかったような大赤字を今出していると。で、それが回復できる見込みがないので、だから日本とドイツをこの生贄のようにしようと思っていると。ハムにするっていう言い方をしておられましたけれども、この二つがですね、 え、思いっきりお金を絞り取られると。血を吸われていくということですね。血を吸うと言ったのはこれバイデン氏の表現でしたね。ドラキュラのように血を吸う必要があるという言い方。全部これ怖い言い方なんですが、え、その経済的に見たら、もう他のところから略奪してくる以外に見通しが立たないと。だからまあロシアも、滅ぼした後は植民地にして思いっきりそこから絞り取るというような計画、 を、ま、バイデン氏は言ってたわけですが、そう、うまくいかなかったら、経済的には破滅する、破綻する、ということが、バイ、あの、バノンさんのおっしゃることでありました。で、えー、バノンさんはですね、えー、今、あこの、世界中のマスコミと違うことを、ただ一人、大川総裁がおっしゃってるけれども、そもそもこれ、弱気になる必要はなくて、 救世主というのは一人行くものですと。で、えー、大川総裁のおっしゃっていることは間違っておりませんということをですね、随分おっしゃってくれて、後半はですね、これ、静かな中に、夜中の収録ですから特に静かな言葉の中に、この深い感動が私の中には広がるような、こういうエンディングですので、ぜひ聞いていただきたいと思います。ですので、 うんちゃんと見てる人は見ておりますという意味のことをですね、おっしゃりに来て。で、驚いたことに、霊界でどのようなお仕事をされてますかと聞いたらですね、なんと、一緒に仕事してる人の名前にアダム・スミスが出てまいりましたから、これは相当霊格の高い方ではないかというふうに感じたんですね。 だから、バノン主席戦略官って、なんかちょっとトランプ政権の中でも、こう、異質な人材で、うん、なんかこの、いわゆるこの、官僚から出てきた人じゃなくてですね、在野から出てきた感じの人で、途中で退任されましたから、ちょっと異質な人だという印象だったんですが、こんなに霊格の高い人で、こんなに見識の高い人だったのかという、驚きをきっと感じるはずですので、まあ繰り返しますけれども、ぜひとも、 直接お聞きになられてですね。で、今後の展開の読みについては、大川総裁のところにもですねの、世間のマスコミ、テレビとか新聞の言ってることと全然違うことを言ってるけれども、間違ってるのではないかという年波が大川総裁のところに言ってるみたいですけど、そんなものに弱気になる必要はありません、というふうなことをおっしゃってました。えー、ただまあ、ある程度、 耐える必要があってですね。まあ、2、3年という言葉をおっしゃってましたけれども、それぐらいの必要はあるけれども、ちゃんと救世主の言ってることは正しいし、世界が先にそれを認めるでしょうと。日本の国内でなかなか認められることがなくても、その前に世界が先に認めるでしょうと。まあ、今回、シカゴのですね、国際政治学の教授がですね、 え、非常に勇気のある発言で、結局、大川総裁と同じで、ウクライナ戦争は、このが、私の目で見て、アメリカ側に、欧米側に責任がある。一番責任があるのは、アメリカです、ということで、これまで大川総裁のおっしゃってたとことと同じことを言ってるわけですけど、この話題も結構出ておりましたけれども、まあそういうふうにですね、世界の非常にいい指揮者ですね、霊界の、 応急書類の中の指揮者は、しっかり救世主のやっておられる内容が正しいというふうに見てると。だ最後は、弱気にならないでくださいとえ。間違ってませんからということでですね、えー、総裁補佐も、えー、励ましに来てくださったことについて、感謝を述べておられました。まあ、そういう内容なので、まあ、前半はちょっとこう、いろいろへききするような内容が続くんですけど、後半非常に盛り上がっていって、 大変大きな感動を感じるような霊言、それが今回の霊言ですので、ぜひとも直接お聞きになることを心よりお勧めして、本日の紹介とさせていただきます。ありがとうございました。